ちゃっ、こんにちは、ヨタさん、もう超超超速報です。慌てんなお前。慌てます。今もツイッター、SNS、日本中がもう大谷選手一色になってます。では当たり前じゃない。うん、打つからです。打つからです。そして今も現在進行形で、今エンゼルスと、ホワイトソックスの試合やってるんですが、はい、現在7回裏、また、エンゼルスが1点追加しましたね。いや調子いいからな最近な。そうですね。でこの試合大谷選手先発で出てまして、はい、なんと2ホーマーです。自分が投げて自分が自分を援護して、はい、もう一人でやんなさいもう仲間いりません全部自分で自分で。ゆたかさん今もう速攻、1本目のホームラン、あと2本目のホームラン見ていただきましたけれども、まあ1本目は分かるよ、うん、あのライトスタンドに持っていったあれですね、うん、すごいな、片手で流してホームランって2本目ですよね。すごいな。で2本目あれ左中間なんですけど、うん、片手でポンって、いやもう根こそぎ持っていくなこれ、あの嫌われるよなあのいや嫌われると思うよ俺は。いい意味で嫌われますね。だから羨ましがられるというよりも、もう嫌われるレベルになってると思う。次元がそうなりましたね。だって俺らの存在って何なんだと思うよ。確かにバッターにしてみても、うん、ピッチャーにしてもな。はい。でこれ28号打ってる。でももうあの今独走中なんですけど。独走追っていないよね今。今いないです。ジャッジ休んでるしな。そうですそうです。だからまあそういう意味では一人旅。はい、うん、そうですよね。でこれ56号ペースシーズン、まあ、ペースもっと上がるんじゃないなんかそんな感じがするよ。皆さんこれ何号いきますかね今年。このまま行ってくれれば、まあ60発すごい。60発行って15、6勝したら、いや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 、もうちょっとどうします。いやどうも、どうもこうもないよね15、6勝これ今日、まあ今4対1になって権利持って6回3分の1で降りてるので、これ、勝つと7勝目、まあ、勝つ、勝ちますよね。おそらくここでエンジェルスの状態だったらなおエンジェルスに直江にはならないと思うんですけれども、うん、まあ、これ6回も自分でちょあの点を取られてピッチャー変わったその裏にホームラン打っちゃってるっていう、なんだか分かんない感じですけど、まあ一説によるとベーブ・ルースが乗り移ってるとかな、はい、生まれ変わりだとか言うし、言うし、あと解説の方は彼はもう宇宙人、エイリアンだっていうふうに言ってますし、そうかもわからん多分人間じゃないかもしれないですしね。すごいですね。やっぱね、うん、思うけど、まあ、ダルビッシュも言ってたけどね、いや彼の裏の努力、それを見るとうなずけるっていうふうに言ってたけどさ、はい、やっぱこう没頭できるか没頭できないかだな野球に、うん、やっぱりその考えが寄り道になるとか私生活が寄り道しちゃうとか、はい、まあ、そういう風になってくるとここまでいかないよね、うん、でもやっぱこう野球を考え野球のために生活をし没頭していくとやっぱこういう風に人間っていうのはなっていけるのかなって、もちろん大谷みたいな素質があると、はい、そういう風になれるけど、まあ一般のやつ、まあ、俺らなんかがさ、まあ、例えば没頭したらもっと打てたのかなっては思うよね、うん、だからやっぱそのなんていうのかな、自分をコントロールできる力がやっぱ大谷はすごいんだろうな、はい、いやそうですよね、うん、だからそのチームメイトに飲みに行こうって言われても、はい、飯に行こうって言われてもやっぱ俺はやることがあるからってやっぱ行かないらしいからね。きっちりしてますね、うん、もう豊さんだったら言ってました。だからさ、まあ、すごく爽やかで、はい、ね、あれだけの成績を残せて、うん、でみんなに夢を与えて、でも人として面白いのかどうかっていうかさ、うん、どうなんだろうね。いやでも今はやっぱり二刀流でもっと次元の高い目標があるから、まあ、そこの途中だとやっぱ楽しいのかもしれないです、まあ、確かにな、うん、だからちょっと YouTube 出ておくれないかな、そんな暇ねって言われる、寝て、そんな暇あるんだったら寝ますって言われます。そのトレーニングしながら喋ってくれと聞きながら、こうやってそうですねみたいな、それだけでいいから出てくれ、もう寝ほしいですよね。いや本当な、 あとここに来てやっぱりあのホームランとかヒットとかも量産し始めてる、これはやっぱり
どうなんでしょう、調子がいいというか夏場に向けてまた上がってきてるってことなんですか。まあ一時期その WBC の疲れが抜けて、まあ、自分のペースになってきて、はい、で相手もやっぱ試合を消化することによって多少の疲れが来てて、うん、っていうことじゃない、うんうん、だから大谷は疲れが抜けてこれが上がり調子、はい、上り調子って言った時に相手はこうずっとシーズンを戦ってきて多少疲れてきているという、はい、まあ、そこが合ってるというか、うん、まあ、そんな感じもするけどね、うん、まあでもね調子が、うん、疲れてる疲れてないじゃなくて彼は間違いなく打つよ完全に打つ。いや、やっぱすあの普通の外野フライが入っちゃうんだろうな見ててもそんな感じですか。だから打ったっていうよりも、うん、あーって俺らが、まあ、例えば外野フライ、はい、あーって打つのが全部入っちゃうんだろう、ね、外野フライがホームランになっちゃうんだよね。いやだからそういう感覚だと思うよ。すごい。だからそれだけ飛距離を持ってるっていうかパワーを持ってるというかさ、だから両翼150メートルぐらいの、はい、球場作らないとこれは止めらんないよ。そうですね、なんかそんな感じがするよ150って言ったら大変だけどな相当なかなか入らないけど、でも大谷だったらそういう球場でも入れてくるぐらいなんか努力してきそうだよな。いや、また多分そうだと思います。さらにパワーアップ、まあ150は大げさだけど120メートル両翼が、いや、そうですよね。いや、なんかそんな時代が来るんじゃないか、これだけのパワー見せつけられたら。本当に。でもだってピッチャーやってるんですもんね。ピッチャーやりながらホームランってるんですよ、ね、ピッチャーやってる、ピッチャーの心理も分かってるはずなんで。そうですよね。こんな簡単に打たれたらどうなんだろうみたいな、自分で自問自答しないのかね。そう、あとピッチャーだから、ピッチャー大谷対バッター大谷を見てみたいよな。まあそうですね、ありえないですけど夢で見てみたい。見たいよな。それピッチャーって相当負担かかってる中で、その負担かかってる中で打てるって何なんですか。いや、だからそれが努力なん。感じないんですかね、疲労とか。いや、感じてるよ。感じてるんですか、ね、だから感じ、ね、感じてるだろうけども、はい、そこに耐えきれるだけの努力はしてるということだよ。で、ね、で今日もまあ6回3分の1、球数100に与えたヒットわずか4本、うん、10奪三振で2つフォアボールで1失点。ピッチャーとしてもだ、面白くないだろうね。別のリーグないかって言い出すから、ね、もうちょっと高度なところでやりたいみたいな、うん、まあそんな次元ですからね。いや、本当に本当に。え、ゆるかさん、あの大谷選手のフリー打撃とかって、はい、ちょっと見たりとかってしたことある？日本ハム時代ですか？いやいや、これが、うん、最初に賛否を呼んでたじゃん。ピッチャーをやらすべきか、ね、バッターにするべきかって、うん、いや160キロ投げるんだったらピッチャーじゃないのとか思ってたのね、はい、でバッティングはどうだろうと思ってて、みんななんか日本ハムの選手たち、うん、コーチ陣監督もいや二刀流でしょうとかなんとかって言ってた時にね、はい、で札幌ドームで、あ、大谷だと思ってフリーバッティングが始まったから見たの、うん、あ、これは二刀流だと思って。え、どうもうね、次元が違うもん、他の選手と。え、だほ他の各チームのホームランバッターともまた違う。いや、飛距離が全く違うよ。全然軽々持っていくわ。え、入った時からですか。うん、これは二刀流するわと思ったいや、これでも一発回答だよ。本当に生で見たら、もう、あ、これは二刀流、これはこの子から片っぽでも取り上げたら、こうバランスを崩すと思ったな。あ、両方があるからバランスがいいんですかね。そう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 。だから、そういう、だからまあそのフリーバッティングを見たときに、まあ、それはまあ納得したよ、うん、あ、これはもう二刀流やりなさい思ったよ。だって一番ピッチャー大谷、はい、ね、ヤフオクドームで、うん、ね、初球のカーブかなんかホームランして帰ってきて、うん、だって練習するんだよもうね、大人と子供というかさ、少年野球かよみたいな、相手が、ね、本当そうですよね。そんなから少年野球でもなかなかそうはいかんけどな、はい、だけどやっぱメジャーに行ってもこれだけのことをやってるっていうのは、うん、やっぱすごいな。すごいですね。で、今年はあの3、ね、トリプルスリーだったりとか、あと三冠は、これはチャンスってあるんですか。いや、可能性もあるだろうね。このまま打率を上げていったりだとか、はい、まあ、打点もトップに並んだとか、うん、もう今日で抜いたかもわからないしな。ああ、それも可能性もありますし、ね、ホームランでしょ、まあ、三冠はあるかもしれない。で、トリプルスリーで、そうですよね、これでピッチャーとしても2桁おそらくもう超えるでしょうし、トリプルスリーか、どうですか、盗塁な、盗塁、はい、
トリプルスリーの、まあ、真剣になればよ、はい、40-40 やるよ、ね、おおすごい50-50 やるかも。初めて聞きました、50-50。 いやいや、中山美穂の曲でしか知らなかったです。50-50 はい、中山美穂さん、はい、あったそう、ありました、50-50。あんま言わないって言うんですけど、うん、そう、本当かいや、な、可能性としてはあるよね。おお、50-50 も なくはない。まあでも今まで宇宙人みたいなことをやってる選手なので、それはもちろん十分ありえますよね。まあ怪我をがあるからね、盗塁っていうのは。だからまあなかなかこう走らないかもわからないけど、はい、まあトリプルスリーぐらいは楽勝になんか達成していきそうな感じがするよね、うん、そうですね、トリプルスリーはそうでしょうね。50走るっていうのはちょっと大変だけど、はい、やっぱ30ぐらいだったら何とか、うんうん、そうですよね、できそうな感じはするけどね。ちなみにこれ打率は今現在6位、5位が吉田選手なんですけど、うん、2割9分7厘、トップがオリオールズのヘイズ選手の3割1分9厘。チャンスある、ね、ありますよね、打率で、アンダーは3位につけてます、うん、まあ、1位がブルージェイズのビシェットの106で、大谷選手が90というところで、うん、さらにまあホームランは当たり前ですけれども26本、で2位がだあのホワイトソックスのロベルトの22というところなので、まあ、十分にありますよね。打点はトップに立ちました。そうだろ、うんうん、やガルシア日本さんね、ちょっと給料どうするよみたいな出たそうですよ。いやでもね問題になるかもわかんない、給料。そうですね、で移籍先が見つからない可能性もあるよね、もし移籍するとしても。いや、DH っていうのは結局、まあ、故障者で、まあ、その守備につけないけどバッティングだったらできるっていう選手の大体枠って考えられてるんだよね、はい、それはもちろん打てる人が一番こう DH に座るんだけども、うん、大谷だと占領になっちゃう、うん、そうですね、他に代わって DH ってね、うん、でもそういう怪我があって、いや大谷がいなかったで俺は DH で できるのにっていうような、そういうこともささやかれてるんだよね、はい、うん、悩ましい、だから悩ましいんだよですね。できすぎても悩ましくなってくるしね、悩みになってくるし、うん、ああ、でも夢があるよな、夢が本当に詰まってるよな、うん、可能性本当にものすごい、この先もどんな夢を見せさせてくれるんだろうっていう。もう大谷と結婚するやつってどんなやつもう出た、ね、多分だから現役の時は結婚しないかもしれないですよ、ポンチンカンじゃない出たもうそれでもいいと思います、もう結婚しなくてもいいと思います、まあ、はい